インターホールドにある何かのようだ。何？何を遊んでいる？え？邪魔をするつもりか？舐めてる？てめえ。え？それは何だ？何をした？何が？俺たちの野郎。はい、皆さんこんにちは、ピカです。スカイリムやっていくよ。クエスト、見えぬものを暴く。オキュロリーに向かう。ここね、ムズルフトの遺跡ですね。はい。そして、何の杖？ミラベルの杖だったかな？ミラベルじゃねえな。何の杖だったっけ？とにかくね、杖をね、なんか探しているんですね、今ね。行きましょう。まあ、もう出てくるでしょう、またね。さあ、どんどん先へ進む。嫌がる。横からね、行きましょう。よしよしよし。これ満タン、魂が満タンになってるとこがありがたい。よし、行くぞ。右左を確認しつつ、あっちいる、こっちはどうじゃ、いる、やってくれ。よし、ロジャー。こいつらはちょっと攻撃力一撃パターンかもしれんから、ちょっと間置いとこう。よし、いいぞ。でこっちは何もないと。よし、ではここじゃね。下にもいるのか。下にやれい。下行くのか。こっちも行けるぞ。どっちが正解じゃ。どっちが正解じゃ。こりゃ広いな。あこにいる、あこにいる、転がってる。うわー、囲まれる。やめて。やばい。よし、ロジャー。よし、ふー、よし。ほんとこれありがたいよね、これね。こういうとこ来て稼いだらいいよね。よし。下は特に何もないようだね。ならば、あそこ落ちないようにあっち行かなければいけない。ということだよね。ここ上から行けんのかな？無理だ。じゃあどう行けばいい？旋風か。旋風しかないっしょ。あ、なるほど、今か。よし。よしよしよし。ここなんかある？何もないね。よし。行こう。とっとと行こう。なんだろうか。どっちの道が正解じゃ。
こいついるぞ、ファルメル。あ、こっちが正解っぽいな。まあ、そしたらどこかでこっち、あ、ちょっと待って、2個ある、ラッキー。こっちも行けるってなってたとこあったが、まあいっか、うん、まあ帰り道になんとかならんかっちゅう感じやね。え？なんだ？俺ここ来たか？ちょっと待って。違うよね。え？どういうことかな？来てないよな。俺取り忘れてるはずないもんな。うわっ！やれ。こっちも行ける。あれはお宝か？違う。ファルメル、いるぞ。ファルメルだらけやの。よし、ロダー！いや、強力。ちょっと俺は避けた方がいいと思う。うわ、早いとこやれ。よし、よし、達人だと。達人は無理やろ。なるほど。よし。ふう。
いや、ロックなもんないじゃねえかよ。めんどくせえな。ふう。まあいいでしょ。レベル上がったから。さあこれで、もう。メイスみたいのある。なんだこれ。やれ。いや今度いけ。分かってる。一回多かっただけでしょ。何もしてません。待て。なんだ、遺跡がファルメルの洞窟になってきちゃったぞ。行け。イライラする、イライラする。やばい。あいつ強そう。よし、プロダボルト。ん？サイノット。どこだ？ここ行け、あ、ここ行けるな。オッケー。よし、ここでいいんだな。いる、シャングラス。
シャウラスね。よしよしよし、最後こっちか。おっと、またドゥーマーの遺跡みたいになってきたぞ。これないか。めちゃめちゃ強い。一撃で半分いく。その程度？ねえ、ねえって聞いてるの。どの程度よ、貴様。よし。嘘だろ？宝かよ。宝っぽいな。達人は無理だわ。こうもう範囲めっちゃ狭いから、本当に運よくピンポイントでここだっていうとこわからないと、絶対無理。矢印はこっちじゃないな、あっちっぽいな。嘘でしょ。さあまあいっか、諦めていきましょう。どんどんね。ああ、こういうとこね。こういうとこあったな。やれい。浴びせて逃げる。ただじゃ置かないわ。そしてすぐ出す。よし。近づいたら強攻撃。うわっ。アイデムグニャジョーイ、これお前飲みまくれ。あー来て、あー気持ちいいだ。あの野郎生かしちゃおかねえや。まだいるぞ。やばかった今。ふう、やばかった。この先か。え、どこにいる。ここは、え、この上かな。うわ、なんでこっち来る。うわもう泣きたいわ俺。泣きたい、非常に泣きたい俺。非常に泣きたい。
つどこ行った。やれ、召喚どんどん上げていこう。もうあれはあれでいいわ。あんな探る必要もないし、こっち行こう。どこっち、あ、こっちっぽいな、こっちっぽいな。え、じゃあさっきんとこは何あるんだろうか。どうやらこのエリアにあるっぽいね。うわっ、なんなんだよ、イライラする、なんかお前の行動。非常にイライラする。やべえ、めっちゃ強え。おいおい、なんか複数いるな。おい、ちょっと複数いるぞ。ちょっと待ってくれよ。いないと思って確認したんだけどね。うん、なんだろうこれ、確認しても後から出ちゃってるね。それはしょうがないわ、うん、俺確認したから、うん、オッケーだよ。お前の行動は正しかったよ、ピカ。うん、よくやったよ。よし、前は間違ってはいない。お宝か。よし、行こう。嘘だろ、嘘だろ。ドイツか持ってんのか、それか他のところにやっぱり行かなければいけねえのか。こんなとこに鍵ねえよな。うん、誰も鍵持ってそうもないから、どこか他のところやっぱり行かなければいけないらしいね。いけないらしいというか、いけないっぽいね。マップ見ろ。ここか。え、なんだこれ。うん、あこだよね。だが、あこの鍵がないから、うーん、まあ、そしたら、うん、やっぱ達人とかそういうとこ開けていかないといけねえのか。
こいい。お。おいおいおい。一撃はやめろよ。いやいや全然効いてねえし。上ちょ上何今の。なんだあれあれ正気かなんかが。お前そこから行けや。あいつの攻撃か。マジックマジック。お前こっち来るなら来い。ふう、これはめっちゃ強いね。おっとっとっと、この矢をあいつにやろう。うわこれ秋かよ。これは無理でしょう。まあまあどうでもいいわ。そしたら持ち物、あなたの重荷は背負うって誓ったの、うん、背負って。で、これな、これお前に渡しとく。今度からそれを打ちまくるんや。じゃあ出発しましょう。うん。なんだ行き止まりかい。ちょっと待てよ、これは攻略ミント遺憾レベルかな。鍵がわからんどこにあるか。これかー、これかな。これでやってくれ。なんか何の鍵だっけ。何の鍵ここ。展望台の鍵ってなんかなってたな。こう展望かなここ。まあいっか、行こう行こう。違ってたら違ってたでまた探さないといけん。なんか高いとこ上がっていきそうだから展望っていや展望っぽい気もするが。どうだ。おっし、開いた。ここはちょっと長すぎるから、まあここも行けるぞって。もうどこに戻ればいいかわからん、わけわからんようになっちゃった。もう片道切符で行こう。うん。ガブロさん、
え？お前なのか。うん。俺、開けて。ほとんど希望をなくしかけていたんだ。うん。さ、扉を。うん。それは。ああ、こんにちは。仲間死にました。何してる？ガブロさんどうした？死んだ。ファルメルの仕業だな。呪われちまえ。奴らのせいで何もかもめちゃくちゃだ。おう。ガブロスが死んだなら。とりあえず仲間なれ。クリスタルを持って帰るはずだったんだからな。あれがなきゃ今までの努力は全部無駄だ。うん。それにあんたもだ。宝やら知恵やらを狙ってきたんだ。悪いが時間の無駄さ。ああ、クリスタルについて聞きたい。最初は思い通りにいかなかった。ガブロスにも言おうとしたが聞く耳持たずだ。いや、そんなに寒くなるわけがないとか言ってたな。ああ、だが正しいのはこっちだったろう。ここにたどり着くまでは見当違いのところに焦点を当てていた。寒さで歪んじまったんだ。ガブロスはシロディールまでそいつを持ち帰らなきゃならなかった。残された俺たちはあの忌々しいファルメルをどうにかしなきゃならない。ファボス、今ザボスって言ってたお前。そのクリスタルは何に使うつもりですか？別に素晴らしい計画だ。うん、ほぼ俺が考え出したのにガブロスに手柄を取られてしまった。内容は秘密だ。サイノッドの公務だからな、言えないんだよ。サブロス、あのマグナスの杖を探してるんです。あんたが？悪いが手を貸してやることはできない。俺はクリスタルを何とかして使えるようにしなきゃならないし、そもそもそれが手元にない。偶然にもフォーカスクリスタルを発見した。探していたのはこれか。あー、さっきあの巨人ロボットから取ったんすよ。見つけたって？うん。どうやって？命がけで。そう、それだよ。うん。誰かは知らんが、あんたのおかげでプロジェクトがなんとかなりそうだ。うん、じゃあ杖のありかを教えろ。一体何者なんだ？ウィンターホールド大学の使いで来ました。あんたが？あんたのところを訪れた時サボスは会わせてもくれなかった。でも今は何か聞きたいことがあるんだろう。うん。気乗りはしない。杖だよ杖。けどあんたには助けられた恩がある。うん。過去は水に流そう。流して。行こう。みちみち話すとしよう。うん。ガブロスが何て言ったか知らないが、うん、最初は俺の考えだったんだ。うん。俺が戻れば。ここは分かってくれるだろう。行ける、行けるとこ行こうぜ。オキロのアイディアを考えたのは俺なんだ。ドワープが何て呼んでたかは知らない。スカイリムだと。なんかでもお宝ありそうやね。連中が神の本質を見極めようと躍起になってたことが分かった。うん、おお、金落ちてるぞ。集めるように設計されている。するとどうなるかは分からない。分解してみるか。重要な部品の一つをフォーカスクリスタルと取り替えるのは俺の考えだった。おお、何ヶ月も魔法をかけ。ここか。今回はうまくいくように祈ろう。これなんか合わせるんだよな。こんなのは見たことがないわ。見たことがないわ、バカ野郎。これね、なんか、うん、バイオハザード4みたい。なんかポン。うん？いや、とりあえず収めようぜ剣をね。あれ？どうするんだっけ？あいつに話すのか先。あ、おい、おい、お前が行けな。行くんや。どうだ、すごいだろ。うん。再び動かすのはそりゃ大変だったんだ。ああ。それが無駄にならなきゃいいんだがな。このクリスタルを装置の真ん中に置けば焦点を当てる作業を開始できる。なるほど。ああ、成功しなかったら俺の目の焦点が合わなくなるっちゅうこっちゃ。これは？うん。あ、あそこ。
ちょっと待って、あそこにはめるのか、作動よし、これで焦点を合わせるな。ちょっと待って、そもそもあれの焦点がちょっと位置が狂ってるな。外側と、外側と、はいはいはい、あれをもうちょっとずらさんといかんのか。作動しねえな。クリスタルの焦点を合わせる必要がある。うん、あれは遥か遠くで作られたものだから少し調整が必要なんだ。うん、クリスタルを温めると膨張する、冷やすと収縮する。なるほど。すると光の通り方が変わる。なるほど。それには呪文が必要だ。ああ、大学から来たんならもう使えるんだろう。ああ、聞いてる話よりもあんたが勉強不足だったとしてもこの辺りに基礎が書かれている本があるはずだ。だから火炎箱にあったのか。わかったよ。なんかこれどうしてもね、ずれてるから。わかったわかった。じゃあどう、もういいからよ、もう勘弁しろや。もうこれで合ってるやろ。お前変化が見られないんやろ。もうテキパキ進めようぜ。当たってるやろ、傍聴しろよ。ちょっと待てよ、こっからじゃダメっちゅうことなの？なあ、どこか認可したらどうするつもり？うるせえよお前。俺温めるクリスタル違ってんのか？これか。やっぱり俺ここ大嫌い。なんかね、いつもね、ここでわけわからん状況になってる。ちょっと待て。逆のことやってるか。膨張って俺イメージ的に周りに光が広がっていくイメージだと思うけど、逆なのか。クリスタル膨張させたら縮こまっちゃうのか。そうだよね。まあクリスタルが広がったら光の屈折の具合がどうなるかは分かんねえよな。うん、逆かもしれんな。あ、逆だわ。そういうことか。じゃあどうなった今。行き過ぎてるよね。ならば、めんどくさ。そこは止まろうやお前よ。ちょ、切れるからそういうのやめろって。やめようよ、そういうのやめていこう。やめていった方がいいよ。こんなんどうするんだよもうこれ。なあ、どこか認可したらどうするんですか。あいつちょっとぶっ殺したい、マジで。ちょっとぶっ殺したい。合ってるかな、ギリギリ合ってるかな。お前、まだここです。うん、分かってる。ちょっとね、手伝ってもらおうかな。はい、何ですか。何が必要ですか。ここで待て。分かりました。そこ行け。ね、そこから動くな。微動だにするな。今のであったか。まあ場所はずれてるが、よし、あと1回かな。 OK。 あー、よし。あー、もうあがんこんな結果はありえない。ありえん。この投影は夜空のように光るはず。何かがものすごく邪魔をしている。ああ、そうだ。ウィンターホールドにある何かのようだ。何？何を遊んでいる？
え？邪魔をするつもりか？舐めてる？てめえ。え？あ？それは何だ？何をした？何が？俺たちのやろうとしていたことを知っていたのか？自分の計画をうまく活かせ、こっちの努力を無駄にするために来たっていうのか？違うよ。さあ、説明してもらおう。おう。落ち着け落ち着けお前な。何年もの努力をあんたと大学に台無しにされ、ファルメルのせいで仲間や友人を失ってしまったんだ。分かったよ。落ち着けっていうのか。うん。あ、もう一体どうやって。分かった。何のことだか本当にぶち切れるくらいさっぱり分からねえんだよ。嘘をつくな。分かんねえんだよ本当に。大学に何かあるんだな。あるある。想像すら超える途方もなく力のあるもので。そう。それは一体何だ。それを解決するために俺は杖を探してるんだよ。マグナスの目のことか。マグナスの目？ほう。それがこっちの考えているものと同じなら、こいつは興味深い。マグナスの杖を見つける手助けをする気はあるのか。ああ、杖か。興味深いが、詳しいことは話せない。サイノットが何年もかけて調べてきた多くの秘密が漏れてしまうからな。そんなこと言ってる場合かよ。あなたが細かいことまで理解できるとも思えない。帝都にある天球儀を見たことは、あれに着想を得たんだよ。空だけと限らず、いっそタムリエル全土を投影し、そこに潜在エネルギーを制御して重ね合わせ。大事なのは、この研究は偉大な魔法の力を明らかにするのが目的だってことだ。もちろん純粋に帝国を守るためだ。だが結局分かった場所は2つだけだ。1つは大学だよ。他にはそうだな、ラビリンシアンしかありえない。ん？ウィンターホールドの魔術師さんよ。はい。あんたの意図はともかく、こっちが1枚上手だったってことだ。あんたの言ってることがたとえ嘘だろうが、サイノット議会の興味を引く何かがウィンターホールドにあるのは分かってる。まあいい、ラビリンシアンに行って杖を探せよ。こっちはシロディールに戻って議会に報告書を出す。おお、出してくれ。言っとくが、これで終わりじゃないぞ。おう。まあサボサーレに報告しよう。ここに長く居すぎたようだな。正常じゃなくなってるぞお前。は？なんだって？うん。思ってた以上の発見があったんだ。あ、そう。混乱させようとしても無駄だぞ。いやいや、俺は混乱しそうになってるんだよもう。それではマグナスの杖はラビリンシアンにあるということだな。ああ、そうだ。多分な。つまり。その通りだよ。あ、そう。間違いない。あ、そう。だがもうどうでもいい。あんたが大学にもっと重要な何かを溜め込んでるのは分かった。ああ。議会に知らせてやる。知らせろよ。あんたの企みは明るみに出るだろう。じゃあな。もう会うことはないだろう。あ、そう。気をつけて。あ、リリア行くぞ。出発しますか？ご命令のままに、我が重視殿。はい、行きますよ。来て。おい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 、おいこっち、おい。ああ。こっちこっち、あ、こっち。うわあ、うわあ、リリア。リリア。おお。ザボスアレンに報告だね。わかった。どうやって行けばいいんだろう。これどうやって戻ればいいんだろう。果てしない距離を走ってきたけど、これ戻れって。ちょっと待って、スカイリムってあったよな。ここスカイリムだろ。え、なになに、え、ここまでは素晴らしいと。あ、お前。しかし試練はまだ先だ。はい。一旦大学に戻ることが絶対条件。ああ、戻るよ。迅速な行動が求められる。分かってる。試練に立ち向かい、
自分の真の力を見出すのだ。お前は正しい道を歩んでいる。あ、そう。そして勝利を手にするだろう。その正しい道を歩んでる助言をもっと早くしてほしいな。うん、わかった。どこ、これ。わかった。はい、それではね、今回はここまでにしときます。ではまた次回この続きやっていきましょう。ウィンターホールドに戻ろう。またね。